思いました。よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はじめまして。こんばんは。はじめましてですね。はじめましてです。はい、いよいよです、ね、嬉しい。いやー、ほんとこちらこそ。ちょ、麻雀っていうのがちょっと引っかかりますけど、はい、やっぱりエーペックスは楽しかったんですよね。はい、エーペックスやられてましたよね、さっきまで。すいません、本当に、うん、最近、はい、エルさん、あの麻雀結構頑張られて。はい、はい、頑張りたいです。僕結構見てるんで。あ、嬉しい。エルさんの苦手なとことか、はい、ちょっとは分かってるつもりです。え、めっちゃ助かります。はい、任せてください。はい、お願いします。前回エペ女子会じゃない、あのももちちゃんともこちゃんと3人で女子会やった時の、うん、そうですね、迷ったところをちょっとまとめてきたので、はい、それをすげえじゃん見ていただく、はい、あの聞きたい場面ってパーソン持ってきた場面ですよね。あ、そうです。これ難しいっすよ、球装が振り点だし。で、まず基本的に麻雀の考え方って、これだけが絶対に正解みたいな風に考えない方がいいっす。麻雀プロでも10人いたらやっぱ10通りの麻雀があるし、はい、好みもあるじゃないですか。やっぱ攻撃が好きとか泣きが好きとか。あ、好みあっていいんですか。全然いいっすよ、うんうん、L のレベルでもあっていいんだ、はい、全然いいんです、うんうん、だ、基本的に枚数、確率的にはこっちの方が少し得だけど、こっちにはこっちのいいところがあるみたいなことがよくあるんで、例えば今回のこの手配でいくと、総図の部分、竹の部分が12578っていう形じゃないですか。今一瞬何を切ろうと何択ぐらいで悩んでますか？でもその前に、そのパーソーがドラだから急走を安易に捨てるべきではなかったのかなって今見たら思いましたね。鋭いね。じゃあ急走切らないんだったら、パッと見一番いらなそうなのってどの辺？あ、ここでです。そう、今ここで瞬間にいらなそうなのって、うんうん、パッと見何がいらねえ。いいよ、ほんと遠慮なく言って。遠慮なく。結構ここも迷って、うん、いや、これ難しいもんだって。迷い答えないもん。うん、なんかやっぱ改めて見たら迷う場面ってあって、その、はい、リャンピン、サンピン、ウーピン、ローピンで、はい、スーピンが2度、2度受け、2度付け禁止な。2度付けは禁止な、はい、うん、一旦いいよ。で、うん、それもあるあって、頭候補がないから、うん、リャンピンを頭で固定させたいから、はい、キューピンを打つっていうのも今考えたらあるなって、うん、リャンピン？チーピン？ナナのこと？あ、チーピンです。あ、オッケーオッケー。はい、すいません。いいよ、大丈夫。オッケー。で、基本的に、はい、頭があろうがなかろうが、やっぱり両面の方が強いんですよ、うん。からこの形で言ったら、やっぱいらない候補は総図の1と2なんですよ。ああ、なるほど。ちょっと3色見ちゃった、うん、そこまで見てない。それよりかは、うん、あれ2度受けだから、うん、1通も見たけど、それでも9ピンを切ったっていう。やっぱりそれは後に両面っていうのはやっぱ町として強いっていうのを1個覚えることと、はい、あとこの7、9っていうのはカンチャンって呼ぶんですよ。間がない、間がないのやつをね、うんうん、で1、2みたいなやつをペンチャンって呼ぶんですよ。一番いらねえのがペンチャンで、なぜかっていうと、その、総図の1、2は、どんなに頑張っても両面にならないから。ピンズの7、9は、6持ってくれば、5、8になるじゃない。総図の7、9も6持ってくれば、総図の6、7になるし、やっぱドラがパーソーということで、ここは切りたくないので、この手はね、まあ多くの人がイーソーを切ると思う。竹の1。なるほど。うん。基本的にペンちゃんが一番雑魚って覚えておいた方がいいかな。はい、わかりました、はい。ありがとうございます。はい。もう何でもいい。その前にここの時点で、はい、ちょっとあれだったかな。ね、ここでイーソーを切っときゃ、いろいろと世界は変わったね。うんうんうん、で、世界変わったんだけど、一旦80目まで行ってもらって、はい。にして、あ、でもイーソー切れてんじゃん。合ってるよ。ここでやっと。惜しいね。惜しいね。せめてこの1個前だったら、キューピンも一応切らないで済んだかもね。うん。うんうん。いけてるいけてる。ただもうこれ危なくね？リャンウソ。ゴモリンヌに。もう。そうですね。うん。なんか、3つも泣いちゃってるから、これなんか本一が危ないとかってわかる？なんか、左の人の、はい。3つ泣いてて、なんか、はい、ピンズとかマンズとかいっぱい切ってるから、ソーズが危ないなぐらいは匂う。はい、匂います。OK。それが匂ってるんだったら全然 OK。
なんかね、振り込むとかってあんまり気にしなくていいんですよ。振り込んじゃったら振り込んじゃったら後で反省すればいいんですけど、はい、危ないっていう認識すらないのがまずいだけで、危ないと思ってるけど親だから行っちゃいましたは全然正解なんで、なんかねノーケアっていうか不用意にというか、なんかね無意識のうちに振り込むとまたいつもでも振り込んじゃうんで、うん、はい、その意識さえ持ってれば大丈夫ですよ。うんうんうん、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、これは全然大丈夫ですよ。今言いそう切れてるし、うんうんうん、ペンちゃんをねいつまでも持ってる癖は若干見受けられるんで、うんうんうん、そこはねそうアドバイスしたいと思ってました、前から。はいはい、ペンちゃんはいらないです、弱いです、はいはい、オッケーです、問題ないです、はい、はい、ありがとうございます。この曲は大丈夫です。で次が、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。